の YouTube。 前回は岡山のちゃんみなことゆいなちゃんにフルボッコにされたスピちゃんだったよね。なんでちゃんとカメラを見て喋って、ちょっともうちょっと自信持った方がいいですよ。確かに喋れるんで。それかもう家がガンガン飲んだ時に喋った方がいいですね。はい、で、この動画が公開された週にスピちゃんは家がショットたくさん飲んだ。あー、ほんと考えられないな。だからスピちゃんなんだ。すっごい顔だけど、どこかで見たことあるような気がするな。Are you listening?やっぱ人にね伝えるっていうのはやっぱなかなか難しいですよね。いや難しいと思います。32日はまた通るカウントダウンですかね。そうですね。まあね、 DJ の仕事ってプレイするだけじゃなくて、そうですよね、いろいろ考えていかないとね。でも昔の方がでもちゃんとこだわってやろうかっていうのはあると思いますね。やっぱね、やっぱ企画書作ってね、みんなとスタッフと話して、各出演者にこうね、意見を受けていうね、こういうイベントですというコンセプトを伝えてから、それをしていかないとやっぱりね、お客さんがどこで楽しむんだっていうところはありますよね。イベントのコンセプトが決まらない限りは。あ、これもいいな。この12月29、30、31で金、土、日と、ちょっと待ってくださいね。これが一律1000円でございます。ちょっと待って、やっぱ詰めていったら、やっぱもっとなんかこうしないといけないっていうのが出てくるんですね、実際ね。こんだけじゃ普通にいただけじゃ伝わらないんかなと。やっぱり例えばこうクレイジーフライ、まあ難しいかもしれない。いやいや、本当はこういうの好きですよ。本当ですか。うん、いろいろまとめたりしてね、こういろいろ案出していくのが好きなんですけどね。ちょっと今まで時間に余裕がなかったですかね。やっぱ今までと違いますもん。今カメラ待ってるかもしれないけどね、やっぱ昼間仕事して、朝5時半に起きて仕事行って、夜7時に帰って、もうご飯食って寝ての生活ですから。言い訳ですか。言い訳ですけど、それでやってる人ら多分すげえなと思う、ほんまに。みんな、じゃあそれを超えていきましょう。それを超えて、さらに磨きのかかった男に。そうね、それはあるっすよ。それは思ってますよね。でもやっぱ、スピちゃん多分アドリブっすわ。いや多分アドリブじゃないと無理っすわ。多分これ考えて多分2日ぐらいか。いや、俺もそうなんですね。考えたい派ですよね。はい、どうぞ。はい、まず12月29日ですね。はい、12月29日、まあ、いつも毎週またドールではクレイジーサタデーっていうのをやってるんですけど、この日は金曜日でクレイジーフライデーっていうのをやってみようかと思います。はい、まあ、内容的にはまあいつもとは変わらないんですけど、まあ、お客さんのダメじゃない。じゃあ、さっき言ったじゃないですか、はい、このクレイジーフライデーは、はい、見てくれてるお客さんの感謝祭みたいな感じで、はい、やらせてもらおうかなと思ってるんで、スピチューブ感謝祭。そうですね、まあクレイジーフライデーって感じやけど、はい、まあ、サブタイトルスピチューブ、スピチューブ感謝祭ということで、はい、で、まあ、うん、この見てくれてる方、はい、にはもしかしたら得点がスピチューブの人だみたいな感じでアクション起こしてくれたら、はい、ショットをね、あ、プレゼントプレゼントしようかなと思ってるんで、はい、そうですね、まあ、まさにクレイジーなフライデーになると思うんで、そうですね、皆さん、はい、朝5時まで、ね、朝5時までですね、はい、朝5時までやりますんでね、遊びに来てください。ぜひお願いします、はい、で、はい、はい、あと次がそうですね、その翌日12月30日、うん、これは土曜日クレイジーサタデーですね。これはもう大忘年会スペシャルと称して、まあ、またドールでの大忘年会ということで、まあみんなで遊べたらいいかなと思ってます。そうですね、そうですね、料金も通常と変わりません。そうですね、はい、まあ毎週ね土曜日、うん、クレイジーサタデーという形でまたドールでやってるんですけど、うん、で今回のその30日は土曜日ということで、そうね、うん、その総集編というか、いやもうみんなぜひ休みしてほしいですね。大忘年会なんで、うん、みんなでね飲んで騒いで、そうね、でその翌日はまたカウントダウンもあるのでね、うん、はい、それにブリをつける感じで遊びに行っていただけたらなと思います。はい、で31日ですね、これカウントダウン、まあ毎年恒例になってますけど、もう大盛り上がりなので、この日はもう2000人規模で遊ぼうかなと思っています。2000人ですか。そうですね、巻き込みますね、巻き込んでいきましょう皆さんですね、うん、うん、そうですね、まあ何かしら常にスピーチを得点を設けてもいいんですか。そうですね、うん、なんか場所によってはね、うん、スピーチを見たっていう場所、まあ、見てくれてる人も、あの、なんですかね、小島、うん、
ジンデストリートのバックヤードさんとかのスピーチを見たって、はい、言ったら、うん、バックヤードさんですよ、はい、言ったらスピリタスが無料でサービスしてくれるという、あ、本当ですか、ことになって、その話になったんですね、はい、だからリクエストなんかも受け付けてるんでね、はい、ぜひぜひ DJ さん来てくれれば、そうですね、はい、それかまあダイレクトメッセージでね、あ、そうですね、今日これ、ここにかけてやって言ったら、あ、確かにあれなんで、うん、まあそっちの方が前もっての方が楽ですね、そうですね、もしなかったりする機会とかもあったりするんで、はい、うん、あ、確かにそれ、はい、ぜひ、うん、お願いします、はい、インスタグラムでスピチューブのアカウントあるんで、ぜひそちらにダイレクトメッセージください、皆さん、はい、お願いします、お願いします、まあ、こんな企画やってほしいっていうのもあったら、はい、でも受け付けてるんで、そうですね、まあ YouTube とか、はい、まあね、ここにこの下にあるコメント欄に書く、うん、あ、そうですね、こっちにお願いします、はい、はい、というわけでね、また、はいはい、皆さん年末よろしくお願いします、はい、まだまだ年末前のいろいろ面白い曲とかやっていくんで、うん、ぜひチェックしてくれたら、ね、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、はい、はい、じゃあまたね、はい、さよなら、はい、いつもスピチューブ見てくれてありがとな、これからもよろしく。